めんどくせえな、こいつは全員もう宇宙に追放されるベストローラー。いやでもオリジナル、オリジナルはスーツ違うんだね。オリジナルスーツ違う、リーダーだから、リーダーだから。いやめんどくせえな、これ4人で来たらマジでめんどくせえ。センちゃんでバレるかもしれない。あ、左右行っちゃった、無意識で。アドミン行くって決めてたのに、クソ。まだアドミン行こう。どうも、先蔵です。魚エレクトリカルはこっぱいね。こんだけ相手で足りないぞ。おい、すぐにやるか。そうそう、イエーン。おめっちゃ死んでる。はい、死んでる。まず先端さんがリアクター入ってたの見ました。でその後上アッパーに抜けた時に武雄さんともすれ違って、武雄さん確かメッドベイに入っていったと思います。そこは魚さんはエレクそのリアクターの前にエレクトリカルにはいたと思う。マックスさんとかがいた時にエレクトリカルに魚さんがいたはず。いました、いました。でも魚さん残って魚さん残ってて、寺蔵さんと多分トーサーさんが入っていたと思う、エレクトリカルに。あ、それは違うくって、僕、なんとめやさんが出てった後、僕も続いて出てったんですけど、後ろで、その後にみんなが出ていくのを見えてたので、そうなんだ。はいはい、僕の位置では。確かに、トータス、寺蔵、魚さんの3人で、エレクトリカル入ったけど、俺もずっと寺蔵と一緒にいてたから、寺蔵は真っ白に見えてる。そうです、全部真っ白だから。ずっと一緒にいました、この長屋の。武雄さんが20秒くらい前までは生きてるのを見てて、アドミンから上方向だから。アドミンから上、停電前です、停電前。竹尾さんがメッドベイ入ったの見たって言ったのがナイトメアさんだっけ。俺ナイトメアさんだね。あ、一番最後ですかそれ。ほぼ最後だって。クロムさん、俺がアドミン来たの見てるかな。見てます。それの前だから。じゃあ可能性としてさ、エレクトリカの直したのって誰ですか最後。マッサンがボタン押した理由も整理しとかないと。マッサン一人でしたか。はい、停電なったタイムでスナッパイさんがアドミンのその字のとこぐらいにいたような気がする。うん、合ってる。アルトさんが忘れてるだけか。多分タケオさんだからアドミンの中で死んでると思うから、エレクトリカルとかからベントで飛んでる気がするんだよな。あとシールドに手を見たんですけど、最後シールドにいた人って言います。さんがメッドベイでやって、シールドにいないってことはシールドに違いがあって、多分ナビゲーションが2位いたはずなので、ナビゲーションにいた人。コミュニケーション5だね、じゃあ。そうなるのかな。トータステラゾは隠しろですので、これ以降疑わないように。いや、可能性はゼロじゃないぞ。一人が全部言い切ってるよな、めちゃくちゃ。両方じゃなければ、リアクターに入ったっつったんでしょ。その間、ウェポンにいたからね。そうなの、俺押してもてるような、ボタン。じゃあ、こんにちは。
なんか賑やかですね。タバレ一応なしで。はい。はい。はい。テラゾー陣営が2人死んじゃった。まだ2人いる。いやマジであれと思ったら、すれ違ったの赤色じゃん。ちょっとめちゃくちゃ死体探してたから、うん、右回って左全部見て、だったから、すごい。なんで治らんや。危なかった。危ね。O2 マックスどんぐらいいたのこれ。結構長いこといたはずだと思うよ。いない。今ついて、ちょうど直したってことですよ。ほぼ一緒に。来たばっかりやと思うで。はいはい、O2 側にマックスが向かうのを見た人いる。すれ違います。カフェテリアぐらいでマックスさんが向かってたんで、はい、僕 O2 に、はい、アドミンに行って、アドミン、はい、アルドさんが直してたので僕は、はい、そうですね、同じくです。僕も、最初アドミンの方入って、アルドさんがいたので、任せてカフェテリア、上の方に O2 の方に直してたんですけど、どっちからアドミンに行ったのかな、下でストレージからです。下からかるのか。はい。で、はい、で、O2 に向かう途中に、そこでナイトメアさんにすれ違っているので、僕が、O2 にそんなずっといなかったことはナイトメアさんが。ナイトメアさん多分ないと思うけどな。なるほど。3択じゃないどうかな。結構あそこ距離あるのか。アルトさん。まあいいや。まあ、アルトさんがやってるのを見て、カードスラッシュやって終わるぐらいの時間はあったけど。マックスさん確定だから。そうなのかな。それぐらいの終わらせてからすぐ頑張って向こう落として残り5秒ぐらいで終わったから、で何だったらカードスラッシュのタスク終わってからさっきのアリバイやろう今の話しても思うつぼなんだよな。マックスは前回どういう動きをしてたのか言ってくんないかな。今のでちょっと怪しくなっちゃったかな。どこが怪しかった？前回っていうのは今のは今、前回の動きを3死体が起きちゃった。3死体起きちゃったから、その時どういう動きをしてたの？どこから説明したら最初から。はい、最初から最初、初期は2キロ起きてるから、最初に死んだのが誰なのかって突き止めるところから始めない？みんな、はいはい、多分最初に死んでるのは絶対多分魚さんだと思う。先端、僕がリアクター情報一番出してるからね。セキュリティ後にいた時に先端がリアクター入ってるのを見てるし、その後竹雄さんがメッドベイ入ってるのを見てるから、竹雄さんが最後だと思う、一番否定できると思う。魚さんが最初、魚さん見た人はエレクトリカルデータリアクターのデータ。思い出したのでボタン押していいですか。喋りたいです。お願いします。めちゃめちゃ疑ってるわけじゃないよマックス。ああはい大丈夫です。そうだしボタン押せません、すいません。あれ多分エレクトリカルデータに入ってたの竹尾さんだよな。多分あれやれた。カナさん、ああ、まあ、いいか。ほいほい。右側で死んでます。何が死んでるのかなと思って。何がお聞きしたいんだい？右側で死んでるのかなと思って。それはどうですかね。じゃ全然カードが結構白い。ペットで分かった。え、押してくれるんだ。押しました。結構連打してた。ああ、なるほど。はい、僕は左回り、初手左回りでぐるっと回っていて、外回りにぐるっと一周したような形でタスクを直していきました。途中、コモン名推理っぽく言うかね、コミュニケーションじゃないかな、妨害が入った時も一番に僕がついて一番に直しています。最終の停電があった時もエレクトリカルに僕が一人で行って再直しています。っていう感じですね。が直したんや。動き的にはで、おかしくない、あれさ多分もっとピンポイントにこのタイミングじゃねえかっていうのを探った方がよくて、はい、エレクターが鳴りました、エレクトリガルから鳴りました以外に、最初のごめんなさい、最初のリアクター鳴った時も僕が下を押していて、その時には確か先端さんともう一人誰かが上をやってくれて、あ、トータスで、はい、直して、あ、じゃあってリアクターに何人いた？その時は、僕が最初に一番にリアクターもついていて、その時に一番に来たのが先端さん、その時に、多分トータスさんが来て、その3人で直して、その後になだれ込むように、6
6人ぐらいリアクターに最初聞いてましたね。魚さんの社に関しては、あのマックスさんとか俺とかがエレクトリカルを出たタイミングまでは生きてたから、その時に後から来たテラゾーさんとか、うんうんうん、多分トータスさんが多分魚さんの行方を見てないと分かんないと思うんだよね。で、その後、はい、そのリアクターの直した後に、エレクトリカルに僕行って、そこでさっきナイトメアさんが言っていた、話につながりますね。ナイトあのエレクトリカルで僕とナイトメアさんが行って、そこに魚さんとか、はい、はい、死体がある可能性がある場所を探りたいんだけど、通った場所で死体がないだろうっていうのが分かってるところはどこ？ウェポン、アドミンカフェテリアあたりかな。クロムスとアドミンには絶対ないです。エレクトリカルにはなかったですね。最終十字路も見つけてないね。そういえばリアクター側の十字路も見てない。むずトータステラゾを殺されるときついので、トータステラゾを一緒にいる予定です。なんで白ロックしてるの？ごめんなさい、疑ったけど僕あんまり疑いに行けた、そこ2つ。あ、そうなんだ。多分ね、ヘッドで死体を、死体値分かるよね。あ、聞こえた。名探偵っぽく言おうと思ったのに、シールドじゃねって言って、もう正解みたいな流れ作る。めちゃくちゃなんか、シールドのとこからメッセージ出てるみたいになってるけど。僕の信頼値もバレちゃう。センちゃんで。あ、そうだ。センちゃんの位置を、俺が当てましょう。いた。かわいそう。ちょんぼりしてる。寂しそう。多分餌もう1年ぐらい与えられたいんだろうな。死ぬほど食べ放題よ。マイクよりも、まあ餌代よりもマイクだって。高そうなマイクだ。ごめんね、せんちゃん。このマイク買うから、一食分我慢してって。例えば配線のなんかランダム配置について教えてくれるみたいな。優先順位があって、はい、アトミンストレージ上カフェ、ジュナビゲーション前カフェテリア役セキュリティ前みたいな、なんか優先順位があって、その中でランダムで3つみたいな。だからカフェが最初になることは絶対ないみたいな、うん、なんかアドミンのところ2番目っていうイメージがだいぶありますね。あ、知ってるな。はいはいはい、やばトータステラゾーですね。ですね。で、テラゾーさんが死に際に多分レポートしてるのか。ダブルキルを発生しているんですよ。エレクトリカルですね、多分じゃあ。エレクトリカルに4あったんで。オッケーオッケー。エレクトリカルにいた人とあれですか？あ、そうなんだ。あ、逆逆に。あ、そうだ。僕もいない。僕もいない。右上に行ったら、まあ、みんな見ないって言うよな、それな。いや、僕、クブルームさんに見られてるから絶対ない。絶対ない。ウェポンから降りてきたのがナイトメアさん。ウェポンから今そうね、コムズのあたりまでずっと下に何か探してる。オツーの手前で誰かの足見えたから、それがナイトメアさん。そうそう、ウェポンとウェポンオツーにいた形跡はある。今カフェテリアに多分ナイトメアさんいる。あの停電中にあのオツー入る直前ぐらいにウェポンから降りてくる誰かの足が見えたの。それがナイトメアさんと一致するからナイトメアさんだってわ。ナイトメアさんないと思うけどな。コムズの前のね、通路ぐらいに多分今いるからね、アドミンに映ってない。コミュニケーションにも一位で、カフェテリアにも一位だっていう。マックスさんとアルトさんが一番濃厚かじゃん。あ、よかったよかった。僕じゃないからここ釣られるとまずいんだよ、ね、一番白かったからね。これ2人でしょ、響いたな。2人じゃね、誰も釣ってないからそうだね。で、僕やっぱりマックスさんね、O2 に行ってからね、長かったと思うんだよなって思っていて。そんなことないんですよ。ついてすぐ押して最後の O2 直したの僕ですよ。ピックロムさんが突破するところに合わせるね、あれ。
俺マックスさんに入れます。そっちか。マジっすか。エレクトリカルにいたって言わないですもんね。え、どういうことですか。マックスさんとアルトさんは今どこにいるんですか。そうそう、僕はリアクターの方にいました。それは多分あ、それね、うん、わかる、はい、ジロで見てる。うん、下の方でエレクトリカルかストレージあたりで、スナパイさんとすれ違っています。わかんねえ、正直は、正直言うと分かってはいない。2人いるから、うわマジか、これまずいな、ごめんなさい。違ったらそのワックスさん違うのか、わからない、申し訳ねえな。だってマックスはインポスターのはずなんだよ。僕宇宙に放り投げられました。俺の画面バグりすぎてて言ってるやん。俺もね、なんかね、寺蔵さんとマックさん生きてた。え、まあ、寺蔵さん生きてるよ。寺蔵さん何やってんの、アドミンで。あ、消えた。死んでるよ。ていうか、俺全然生きてるつもりやったのにさ、急に俺のしたいレポート生きてる俺がされてんの。こんな落語みたいな話。トータスさん、俺骨になって死んでますよ。先にトータス。いやアルトさんとデッドバイデイライトするのすげえ楽しかった。アドミン僕だけでしたね。あ、知ってる知ってる。アドミンにナイトメアさんが入ったのも、O2 側のクロムさんが直しに行ったのも見ていて、うん、で、俺はカフェテリアに一人残るアルトさんを見てるから、アルトさんとテーブル挟んでチェイスしてました。30秒経ってないだろうって思いながら押しましたもん。あれか。あとね、1秒ですね。だよね、ギリギリだよね。いやでも最初さん切るとこめちゃめちゃうまいっすね。いやギリね、ギリ寺蔵さんの手が伸びちゃったんだよな。まああれ見つかんなかったらもう1キルで終了してるもん、ね、そう、もう1キルで終了だったんで、あとエレクトリカルの扉閉めて仁王立ちして待ってようかなと思ってたんですけど、その時メッドメイドからのベントで死体発見しに行くとか。いやナイトメアさんの足見といてよかった。あ、大丈夫大丈夫、30秒どうにかしてカフェテリアとか閉めまくって全部止めるから。どこで死んでたのかな、死体結局。リアクターとかセキュリティとか。ちょっとね、正直ね、先端だけ分かんない。先端は多分シールドだと思う。最終目撃だろ。シールドに1あって、シールドに魚さんがシールドで殺しました。最後直前で竹尾さんをメッドベイで殺しました。メッドベイが最終目撃なんだよ俺の。メッドベイ2回入ってきてるからの人、多分アルトさんってもともとメッドベイにいた。飛んだ。飛んでないよ、僕弁当使わないもん。いたのか。竹尾スプレーかかったよ別に。あ、別になかった。普通に入ってきたのか。じゃあ停電中に入って殺しただけで。あーマジか。いやこれなんだかんだ言って寺蔵さんが最後の力振り絞ってみんなを呼んでくれたんだよな。ここだ。決死の決死の。いやちょっとね、マックスさんがね、後ろにいたタイミングでやっちゃってね。11万人記念だね。あーちょっとダブルキルタイミングだったよ。そうそうそう、僕が先に寺蔵さん近づいてやればもうちょっと。でも下だったからな寺蔵さんな。あれ下すぎるとね見つかっちゃうからね、すぐね。もうちょっと上で殺せばよかったな。失敗ですね。最後の遺言が。最後リアクターだったら勝てたんじゃないかな。大変ありがとうございました。何が言った？頼りで。素晴らしい。はいはい、素晴らしい。いい戦いだった。素晴らしかった。もうだって俺ここでも生きてるもん。俺。ビクトリーの俺を先に殺さなかったのがお前らの敗因だ、うん、そうやな、俺気づけへん。違う、俺自分殺されたことも気づいてなかったで。そのことや。ちょっとスナパイさんにご質問あるんですが。やべ、なんかある。スナパイさんを僕シールドで死んでいたんですけど、スナパイさん通ったんですけど、なぜスルーを。ですね、こび直した後に寺蔵さんたちが右に上がっていくタイミングで僕シールド直してたんですけど、不利なんですけど、左からやってくる魚さんが重なった瞬間に殺して、そのまま僕はエレクトリカルの方に走ってってるんですけど、でその後にナビゲーションから下に向かっていくスナパイさんがシールドに行ってスルーしてコミュニケーションからストレージに行ってるのを確認していて、俺の目線はスナパイさんかなってたんですけど、見逃していた。ちょっとチャットの人と相談します。相談あります。いやまさかね、最後のね足を見逃さなかったスナパイさんが死体を見逃すわけないじゃないですか。何を言ってるんですか。
センターさんちなみにリアクターとかで死んでるんですか？僕エレクトリカルです。エレクトリカルなんだ。で最終目撃アルトさんなのに全然情報出ないと思ったらシンプルに忘れてたっぽいな最後の発言的に。あ、チャットの人今死体あったねって言ってるな。シンプルに忘れてますね。あ、多分ね、でもシールドのそのくぼみのところに俺落ちたかもしれん、転がって。コローンって。リアクターのタスクやってて、一人でやってて、で、セキュリティにタスクがあって、入ったタイミングで先端さんが入ってきて、やって殺されるかだと思って慌てて出て、で、先端さんが多分リアクター側に行ったような記憶があったのが僕の最終目撃だったから。はじめさん、めちゃくちゃ白かったな。マップ開いてたってさ、遅らせられた。死んだ人は全員ね、直前で見てたからね。たまたま。マップ開いてたのね。マップ開いてたのね。大統領さん、絶対に右上行ったのを見てた時ですけど、絶対に上ポイントだったから、大変探しに行ったんだなと思って。なんか、アルトさんにすごい強い意志で、こう、エレクトリカルに止まって、ここでダブキルしようみたいな感じの意志をすごい伝えたら、組んでくれて、そう、組んでくれて、停電して、ちょうど呼んでくれて、で、ダブキルしようと思ってタイミング見てたんだけど、ちょうどちょっと僕が離れた瞬間に、そうですね。本当はもうちょっと上でやればよかったんですけど、ね、そうですね、ちょっと反応遅れちゃって殺した瞬間寺蔵さんにやられちゃってあれなかったらね、同時じゃなかったら結構の勝ち濃厚だったんですけどす、ね、と申し訳ないなと思って。いやあれはもうからの切るタイミングが最悪だったんでなんかえらい俺バグり倒してて俺テラゾと一緒に行動してエレクトリカルの中入ったはずなのに、生きてるはずの俺の死体の報告を食らうん。えってなってテラゾも死んでるやんって。ほらいつ死んだんて。お前はもう死んでいる。トータスさんバグり倒してるやん。うん、そうなんよ、今ちょっと入り直したけど、投票も2回できなかったし。いやートータスさんが押してくれたタイミングは最高だったんですけどね。ほんまにびっくりした。もう最悪やったわ、あれ。あね、本当に。いやでも正直竹雄さんを見て竹雄さんなかったら俺が押してたから。うん、一緒にね。そう、バイトにワインからボタンを押されたばっかりで、一周回ってカフェテリアをしたから。そうそう、ずっと押さなかったんだよね。うん、